はい、皆さんこんにちは、アシスです。というわけで東方好奇心続きをやっていきましょう。今回は人間の里になりますね。東方はね、この幻想郷ってとこが舞台なんですけど、人間界とつながっているはずですね。なんか人間界で信仰が得られなかったまた守谷かっていうね、守谷神社でしたっけ、あれが信仰を集めにね、幻想郷に来たりとか、いろんなのがあるんで、なんかつながりがあるみたいですね。はい、というわけで、他に昨夜が来る可能性が高そうな場所は人里に聞き込みくらいかなと思って来てみれば、あ、っていうかね、昨夜のあのパッド長さん、パッドさんももしかしてあれ人間なのかな。あ、でも時間止めてるけどね、人っ子一人見当たらないじゃない。例の怪物騒ぎは想像以上に深刻のようね。一応調べて高魔館に戻りましょう。はい、というわけでね、人間の里やっていきます。意外と狭いな、これ。上下行けないのか。はい、今回も例によって雑魚戦はスルーしていきます。え、ここは乗ったら降りられない?あ、ここだけの奥行きがな。雑魚は倒さないでいきますので、避けるだけの動画になってしまうので、ここはカットして、次のイベントまでカットしていきます。あれですね、若干ここに隠しっぽい宝箱がありますね。ここ、あの橋の前の部分の家ですけど、ここに僕に宝箱が見えますね。これは若干隠しなんじゃないか。まあ見えてますけどね。よいしょ。スピリチュアルネイル。スピリチュアルやんね。え、どれだ?あ、武器か、ね、ネイルか。ネイル。スピリチュアルやんね。スピリチュアル。スピリチュアル。言えてね。めっちゃ強いんだけど、なにこれ。やべえのゲットした。やっぱここ宝箱いいぞ。うわ、ここ隠しっぺ。いいとこ見つけちった。あ、これは絶対取るべきだ。わあ、おかげですごいいい武器ゲットしました。これでもう怖いもんなしですね。はい、アイテムドロップ率も高いし攻撃力も高い、常にこれだけ装備してればいい。おお、モコじゃん、モコ、藤原のモコ、そこのお前。あのね、これ藤原のモコ、モコさんはね、あのモコタンと呼ばれていたかな。あの不死鳥ですよ。あの死なない不死身。なんかエイリンっていう薬剤師の変な薬を飲まされて、あの不死身になっちゃった人ですね。マジか、モコか。へえ、不死鳥なんで、あのわかりやすく言えばワンピースのあれですね、なんだっけ、マルコですね。おい、そこのお前、よい。あなたが怪物騒ぎの犯人ね。よい。うん。はあ、何を言ってるの?こいつを見なさい、よい。また新聞?怪物の影に赤い霧。そう、怪物が現れるとき赤い霧が見られるというのよ。怪物と違って、はっきり写真にも写っている。この写真、モノクロなんだけど。公務異変。あなたが放った赤い霧により、人間たちは外に出られない日々が続いた。聞いちゃいない。だいたいね、あなたには私が見上げるような大きさの怪物に見えるのかしら。あなたのような強力な妖怪なら、巨大化できたとしても驚かないし。何より屋敷にいる魔法使い、彼女ならそういう術が使えても不思議じゃないわ。まあ、やろうと思えばできるかもしれないけど。大きくなってどうするのよ。幻想郷の支配とかには興味ないわよ。それは誰にも証明できない。これ以上は水かけ論ね。現に人里の皆はあなたの姿を恐れて家の中に隠れてしまっているのよ。人々の不安は私が取り除くわ。はい、というわけでですね、モコ早、モコ早、不死身なのに勝てるのか俺は。こんなこともあろうかと入れてきましたよ、新スペル2000。おい、強いいスペル、スペルカード使った。
初ですね、今の覚えたばっかりのスペルで、今回はこの槍をまた入れてきてます。意外と使いにくいかな槍は。なんでこうちょっとね、遠距離から敵の攻撃を見極めてる最中にも、なんか怖えなこれ、ふっとふっとあ、チャンスやね、大チャンスやね、ふっと、なんだこれ、うん、しかし消せる、しかし消せる、しかし消せる、ジャンプ、しかし消せるいける、ちょっと遠くからふっ、あ、間違えた、ひゅっふっ、いたいたいたい、調子乗りました、すいませんふっいいね、モコは近接が結構強そうなので、この槍が結構いい感じに機能してますね。おお、お札を放った後は結構近接をやってくるのかな。あぶんね、近接、近接、飛び込み、ここはチャンス、あーべ、ミスったな。はい、あぶんね、なんで今のバースト、よし、あ、間違えた、あ、通常攻撃じゃない今の、なんだ、引き寄せられる、引き寄せられる、なにこれ、なにこれ、なにこれ、引き寄せられる、え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 、怖っ、怖っ、怖っ、圧倒的な吸引力、お、吸引力の衰えない、ただ一つの、もこというわけで、あ、まあ、そろそろ近接とかもしていきま、痛い痛い痛い、ちょっと強くね、はい、飛び込んで撃って、よし、逃げて、よく、痛い痛い痛い、おい、やめてやめてやめて、なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、やめて、消すよ消すよ、おい、痛い痛い痛い、いっちゃえ、ほい、やめて、おい、ここはチャンスだな、痛い、チャンスじゃ、やりすぎた、あー痛いな、うい、これは消して消して消して、トン、次からジャンプ、ジャンプと消して、痛い、死ぬ死ぬ死ぬ、待て待て待て、こんな時は死な、圧倒的安全の回復を使うセコーレ、痛い、ダメだ、いっ、ちょ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 、もうこうなったら俺は許さん、死ね、けい、スピアザグングニル、あれだね、モコはなるべく近づかないで槍とかで倒した方が良かったかもしれませんね。くっ、ダメージが大きすぎる、これじゃしばらく動けない、私のことを疑うのはいいけど、ちょっと盲目的になりすぎじゃないかしら、真犯人は私が懲らしめてあげるから、そこでおとなしく待ってなさい。さて、この新聞の意味するものは、書いた本人に確認する必要がありそうね。新聞といえばシャメイマル。というわけで、図書館に戻りましょう。はい、じゃあ次はね、九天の滝というわけで、ここをやっていきましょう。あのね、今、夜11時過ぎですね。あんまりうるさくするとね、ちょっとお隣から壁ドンされそうなので、まさか私が疑われるようなことになろうとは。怪物と恐れられるのも悪くはないけど、うちは被害者だからね。確かに屋敷壊されてるしね。うん、新聞を書いた天狗に話を聞かなくちゃね。うん、滝も吸血鬼にとっては得意なフィールドじゃないけど、最近滝の下にも営業所ができたから問題ないはずよ。じゃ、シャメイマルアヤさんに会いに行きましょう。そういえばね、壁ドンって最近なんか違う意味で使われてるよね。俺完全にうるさくしてたら壁ドンとかさ、そういう感じかと思ったんだけどさ、今ではなんか何あれ、ちょっといい感じな雰囲気を醸し出してますよね。え、何今回復した、何回復したの。じゃあ例によって、ああ
はい、カットしていきます。お、ここが派出所。あれ、本日の営業は終了しました。また明日お越しください。営業時間8時から5時。ホワイトだな。何？本日の営業は終了しました。昼間でもここが留守の場合は滝の上まで行かなきゃならないの？これが噂に聞くたらいます。叩き起こしてやろうか。いや、やめとこう。余計な面倒事になるだろうし。仕方ない、出直しましょう。一度高魔館に戻って確認したいこともあるしね。あ、じゃあ来たばっかなのに、はい、戻ってきちゃいましたね。パチェさん、なんかいつもとちょっと違う位置にいない？戻ったわ。あら、レミー、お帰り。怪物と昨夜は見つかったのかしら。怪物の方は今のところ収穫なしね。だけど、私の想像通りなら、昨夜はもうすぐ見つかるわ。この鍵、見覚えない？それは、書庫の鍵。どうしてレミーが？たまたま出会った妖精が持ってたんだ。パチェ、この鍵、いつなくしたか覚えは？わからない。もしかしたら襲撃のどさくさで落としてしまったのかも。そう。でもこの鍵が昨夜の行方を知ってる気がするの。この鍵は一体どこの鍵なの？それは。え？何か魔物を封印している。あ、パチェさんのいけない本が隠されてる書庫。こんな場所に階段が隠れていたのか。この地下はとっておきの書庫につながっている。とっておきですね。はい。本は魔法で保護してあるからよっぽどのことじゃないと傷つかないけど、あんまり暴れすぎないようにね。ええ、気をつけるわ。どうして図書館で暴れる必要があるのかしら。やっぱパチェ何か知っているな、お主。はい、というわけで、図書館にこんな場所があったのね。何よ、ここにも妖精たちが紛れてるじゃない。ここまで破壊が及んでいたのかしら。いや、そんな風には見えないわね。まあいいか、リグルの話、妖精が持っていた鍵、偶然の一致とは思えない。きっとここに昨夜が閉じ込められているはずよ。はい、というわけで、パッとしていけそうですね。はい、また敵は全スルー。全スルー、ボマー捕まえた。おお、いたいた、昨夜さん。昨夜、あら、お嬢様、やっぱりここにいたわね。パチュリーと会っていたと聞いて、きっとここに資料を集めに来たと思ったわ。ええ、過去の文献を調べて怪物の正体を探ろうかと。それでそのままさっきの襲撃で閉じ込められてしまったのね。非常時に力になれず申し訳ありません。ですが、資料はしっかりと揃えておきましたよ。って、また天狗の新聞ばっかりじゃないの。過去の文献はどうしたのよ。どうやらこの事件はそういった文献では測りきれないようです。それにその新聞でしたって、いくつかは信憑性の高い記事もありますよ。それでお嬢様、この非常時に大変申し訳ないのですが、トイレに行かせてください。じゃない、気になることがありますので、もう少し屋敷を開けさせてもらえないでしょうか。お願いします。わかったわ、こっちは私一人で片付けるから大丈夫。こっちにも気になることがあるしね。それでは失礼いたします。さて、こちらも用事を済まさないとね。はい、というわけでね、昨夜さんが見つかったということで、そう、昨夜は無事だったのね。元気なものだったわ。しかし、館を壊されるばかりか、レミーが濡れ衣を着せられるなんてね。それ、ちょっと引っかかるのよね。何が？新聞を書いたのは天狗だけど、あの記事は自作自演でなく、おそらく真実。だけどこんなに都合よく、私たちばかり、火の粉がかぶり、降りかかるかしら。作為的なものを感じるかい？まだ確実なことは言えないけど。じゃあ今は行動するしかないね。明日は昼から出かけるんでしょ？
昼じゃないとダメな方々がいらっしゃってね。うん、社名丸ですね。新聞屋さんですね。外の世界では24時間年中休みなしで開いてる店がたくさんあるそうよ。天狗には見習ってほしいわね。サクヤはいないんでしょ？日傘持ってく？これから怪物と戦うかもって時に日傘はね。ここはパチェの魔法でなんとかできない？そんな急に言われても。太陽を遮るのってのは大仕事よ。昔のレミーのように濃い霧を出して遮るとか。それでも今日明日中にはちょっと無理ね。それに私たちはあの記事によって疑われている状態よ。本当に霧なんて出してしまったら。今度は白霊の巫女が飛んできて高魔感が完全に消滅するんじゃないかしら。白霊の巫女っていうのは霊夢っていう東方の、まあ、主人公みたいな存在ですね。めっちゃ強いので、まあ、襲われると、まあ、かなりの確率で無事じゃ済まないでしょうね。はい、現実的な方法ではないわね。うん、だったら降臨堂。おー、降臨ここ出てくるんだ。なんかお小遣いでお買い物ができるって言ってたんで、あのここでお買い物ができるんじゃないですかね。うん、あの店には外の世界の珍しい道具が置いてあるから、傘をささなくても、日光を遮られる道具が置いてあるんじゃない。今の世の中にそんなものあったっけな。むしろルーミアとか連れてきた方がいいんじゃないの。あの店ね。まあ行ってみましょうか。降臨堂と、じゃあ行ってみましょう。おー、すごい、超雰囲気いいじゃん。なにこれ、アイテムショップ作り込まれてる。すげえ、なにこれ。あ、そういえば音楽もね、実は結構、曲数が確か多いんですよ。あのニコニコの方にあんかけスパさんがね、多分サントラとかも確か上げてた気がするんですが、音楽もいいよね。そしてこの、あー、これ歌で動くやつじゃん。懐かしい。このなんだっけ、薬屋さんのケロケロケロッピじゃなくてうわー、なにこれ、昔懐かしのサイレンとかに出てきそうなバステいいね。そしてこれがコーリンさん。コーリンさんイケメンじゃないですか。うん、大家珍しいお客さんだね。うん、何かお入りをかい。太陽の光を遮る道具はないかしら。とんでもないことを言い出すね。日傘じゃダメなのかい。怪物をとっちめるために両手が自由にならないと困るのよ。むちゃくちゃな注文だが、君は運がいいね。ちょうど面白いものを入荷したところだったんだ。ちょっと待ってね、これだよ。何これ、小さい筒、超遮光スプレーえ、何これ、ドラえもんなの。コーリンは4次元ポケットを持っているのか。確かにお腹に何かつけているわけだが、うん、カッパがうちに置いて、あ、カッパか。はあ、カッパっていうね、なんか確か、なんだっけ、何でも作れるような人がいるんだよね。うん、こいつは失敗作で、普通の人間が使うと凍えて死んでしまうらしい。里のバザーじゃ売り物にならないんで、うちに持ってきたんだけど、君なら使っても問題ないんじゃないかな。うん、それじゃ試しに。うわ、ここで試さないでくれよ。商品が傷んでしまうじゃないかもしれないか。そんなものを売りつけようとしていたのね。確かに随分涼しく感じるけど、これで本当に日光に強くなったのかしら。うん、それは君自身で確かめてくれ。どうせ日光に当たったところですぐには死にはしないんだろう。あんたすごいこと言うわね。そいつは君にプレゼントするよ。どうせここにあっても売り物にはならないしね。それとこっちの超防水スプレー、これもおまけにつけてあげよう。お、やった。うん、吸血鬼は流水にも弱いらしいからね。あ、そうなんだ。だからさっき滝にも弱いって言ってたんだね。ニンニクとか十字架に弱いっていうのは聞いたことあるけど、水にも弱いんだ。うん、さっきのスプレーに重ね掛けすれば直接川に飛び込んだりしない限りは大丈夫だろう。あ、だから俺水に落ちて死んでたのか、さっきから。納得。うん、随分サービスがいいじゃない。
2つのスプレーは言った通り君にあげよう。ただこの店では他にも役立つアイテムをたくさん売っているんだ。なるほど、そういうことね。スプレーはいわゆる試供品ってことだね。君が怪物を探してる間この店を。いいわ。ひいきにしてあげる。よろしく頼むよ。君が苦戦することがあったらでいい。その時はうちに寄って行ってくれ。うん、それならその時は二度とそうだね、二度と訪れないかもしれませんね。でも僕が操作する限りはきっと訪れるでしょう。それでもいいさ。うん、メイドの従者さんにはよろしく言っておいてくれ。彼女は正真正銘のお得意様だからね。え、覚えとくわ。それじゃ人生初の日光浴でも楽しんでこようかしら。うん、スプレーの効果は24時間らしい。それだけは気をつけて楽しんできてくれよ。それじゃあすぐに九天九天の滝に行きましょう。はい、というわけでね、じゃあお買い物もしたいところですけど、じゃあ次回お買い物はね次回にしましょう。では皆さんどうもご視聴ありがとうございました。